2時間前くらいになんかね、始めるときは思いっきりパワーパワートゥーザピーポーって言おうと思ったんですけど、今言わなかったけど言ったよね。よかった、言ったんだからよかった。言ってないってことを言ったから、ああこれでもう成仏できる。シュワーしませんけど、成仏してないものみたいにね。いやー、かゆいなー。なんか言い訳するようになったな。自分のパフォーマンスが出てないの。よくないね、それは。それはよくないけど、でもやっぱり、コンディションは整えた方がいいけどね。うん。あー、かゆいかゆい。かゆいな。めちゃくちゃかゆいわ。あ、でも喋ることねえから、もうかゆいってことについて喋っていくわ。うざいよな。かゆい時って基本的にかいちゃダメらしいじゃん。なにそれ。じゃあ、痒いって信号を出すね、体は。な、書いちゃダメならさ。いや、違うんだろうな。異常が出てるってちょっと教えてくれるんだけど、で、書いた後多分なんか気持ちいいんだろうね。書くと一瞬収まるから、痒みが。ほんの一瞬。それがいいのかもしれない。痒みも一つのドラッグ症状みたいな。薬中なんだろうな。中毒症状なのかもな。痒いのを書くっていうの。でも俺もイライラするとよく書いてたよ。うん、俺の癖はイライラするとすごい書くので。ね。しがらきはここですけど、俺は基本的に、肘の裏ですよね。でも肘の裏ってさ、自分から見たら、全然裏じゃないじゃん。ここね。ここ。これアトピーだからあんま見せられないけど。多分アトピーです。だって明らかに粉吹いてるから。うん。でも肘ってムカつくよな。俺に見えないくせにこいつは、こいつにね、肘の裏って言わせてんだよ。最低だよな。俺から見たらお前の方が裏なのに。傲慢不遜。極刑ってバチーンって言ったらね、俺が痛いんでできません。刑に処すことができない。うま。麦茶うま。スマホ見るぞー！鼻水薬でも飲むわ。ちょっとやっぱ鼻詰まってんだ。喋り始めると鼻詰まるな。薬を飲むんだ。市販の薬をな。スーパー薬。いや、普通の薬です。普通の鼻詰まりの薬です。薬ってマジいよな。月曜日のタワーってよくよく考えたら全然エロくないよね。うん。父がでかいだけでさ。こんなもんをその生きる糧にしちゃダメだな。うん。で、男出てくんだもん。もうね。あ、でもそういう話になってくるのね。うん。俺のそういう性癖みたいなのがバレるので。よくね、もうほぼ行ったみたいなところあるけど。ま、行ってないってことにしとこう。犬バリア。なんか犬バリアって言ってみた。なんかセル編買ったよ。ドラゴンボールセル編まで。嘘。悟空修行編とレッドリボン軍編は買ってない。カラー版だからね。区切られてんの。うざいでしょ。でも区切られてるからこそ見やすいっていうのはあるけど。まあ、なんちゅうんだろうね。ボンボンボンボナスダンストーン。ボンボンボンパ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 ン。今日朝味噌汁食った。なんかさ、蒲焼き風の牛丼かと思ったら豚丼で、そんな美味しくなかったわ。いや、豚丼って全然美味しくないんだな。うん、やっぱ牛丼がうめえわ。牛丼がうまい。うん、ネギもまずかったわ。刻みネギじゃねえのよ。ネギも腐るからな。チャーハン作んなきゃいけないけど、もうチャーハンパワーがもうなくなった。俺はもう人生一生分のチャーハンパワーを消費してしまったかもしれない。え、でも結局さ、うまいラーメン屋のチャーハンの方がうめえなって思って。別にそこが見えたわけじゃないんだけど、あとさ、もうやっぱお母さん頭おかしいからさ、まとも、てかお母さんがさ、いやでもお母さんは悪くないんだけど、
まともなフライパン買ってくれないのよ。もうめちゃくちゃなフライパンしか買わない。嫌だわー、そういうの。超ね、安いから、底が丸いんだよ。底がガタガタで、もうね、世界で一番イラつくフライパンを使ってるんですけど。だ鉄フライパン欲しいなっていう。でも鉄フライパンって手入れがめんどくさいじゃん。でもさ、俺は今までさ、ちょっとさ、手入れはめんどくさいんだけど、しっかりとすることを してきてしまったことによってめんどくさくなってくるんだ。でもやっぱり無理だよな、俺。やっぱ鬱だ。うん。アニメもさ、マジで何一つ見たくないのよ。うん、アニメ。俺がアニメ元気になったら、多分、何見るかな。元気になったら天元突破グレンラガン見ようかなって思ったけど、わかったな。でもあの頃元気だったよなって思ったけど、俺引きこもり始めたら、た時からずっと精神病的なところずっとあるから、元気な時間って一度もねえんだよな。うん。てかそもそもね、俺引きこもる前はサブスクとか入ってないんで、アニメ一期とか見てないんですよ。だから、引きこもる以前の問題かな。いやでも、俺はそういうパワーがなかったのかもな。うん、アニメいっぱい見るって。漫画は好きなんだよな。漫画はマジで好き。多分単純に漫画が好きなんだと思う、アニメより。なんでかってさ、アニメってめちゃくちゃいいものってすごいいいじゃん。ジョジョとか。ジョジョとかはめちゃくちゃ面白いから一気見できるじゃん。でも俺は、なんとか線。水の中にサメが入るスタンド。水から水へとサメが移動するスタンド的なやつ、の2話だけは飛ばした。別にあそこ好きじゃないので。早くディアボロ見たいなって思って。おもろかった。ジョジョはやっぱおもろいから見れるけど、2度目見れないね。2回目見てもおもろいものってなくない？ワンピースくらいしかないよな。日常とかかな。日常も俺なんかさ、持ってんだけど、紙でね。俺紙で読む気しないのよ。だから、電子版で買います。もう俺電子版じゃないと読めないわ。うん。パソコンもな、ムカつくんだよな。パソコンってさ、キーボード分とかの距離があるじゃん。これ。画面と同じ分の距離があるのよ。それがうざい。だからタブレットって最強だよね。こうやって見れるから。技術ってすごいな。よくよく考えたらタブレットすごすぎじゃない？あんな薄っぺらいもんにさ、パワーが詰まってんだよ。すごーい！ごいごいごーい！口が。でも加藤純一さんってやっぱりなんで話の長時間雑談できるかって、タバコ休憩とかトイレ行ってくるって言うじゃん。あれがいいんだと思う。一回席から座ってる時間が多分1時間ずっと座ってるってなかなかないじゃん。まあ、ゲームの時はそうかもしれないけど、なんだかんだ言って、しょんべん行ってくるわ。とか、矢に吸ってくるわ。みたいな感じで行ったりとかするじゃん。だからそれで結構ね、気分転換みたいになってるんだと思うな。あとまあ雑談長くするけどな。雑談なかったな、昨日。29なかったわ。寝ちゃったんだろうな、疲れて。まあ別にいいや。うん。なんでもひどいよね。よくよく考えたら。放送しろみたいに言う奴ら。ね、何様なんだろうね、本当にね。まあ別になんか、心配してますよ、アビみたいな。でも心配する分にはいいだろ。温かい言葉って、温かい言葉嫌いな奴ってもう違うじゃん。嫉妬じゃん。自分が温かい言葉もらえないからって、ふんみたいな感じで言ってるような奴らじゃん。温かい言葉に悪さなんてないよな。まあ、確かに、そのね、カナンさんに向けられてる温かい言葉はどうかわからない。エロいコスプレイヤーに向けられてる、エロいその、エロいね、エロで売ってる人に向けられる温かい言葉に本当に温かさがあるのかわかりませんが、ね、表面だけそこそこ温かくてね、うん。中は冷たいかもしれない。うん。本当に温かい言葉ってなんだろうな。でも、結局、でもさ、どうなんだろうね。水溜りボンドとかに対する温かい言葉をもらいましてみたいなこと言ってるけど、それはなんだ、温かいんじゃないかな。別に。うん。そんななんか、いくら女が異性と見てるからって、そういう冷たさ、性的な冷たさがこもってるわけじゃないと思うな。
うん、単純にあのいっぱい見たいから、なるべく長い間見ていたいから、そんな一時頑張るためにやるのはやめてくれよみたいな。ああ、それはすごい決断だっていうね。で、別居するんだね。でもなんかね、どうなんだろうね。なんか解散とかさ、別れる時ってさ、円満に別れるどうのこうのっていうやつ多いけど、何それ、事務所に文句はありませんがみたいな。そうやって事務所に言われてんじゃないの。なんかああいうのってさ、絶対真実じゃないよな。円満なわけないだろ、辞めるのに。ね。いや、もう JJ コンビ俺あんま好きじゃないな。顔が好きじゃないんだな。よく俺カリスマブラザーズ見れたな。もうミノさんがいるってだけで多分見てたんだよ。でもミノさんはちょっと好きなことやりすぎてさ。あの、俺別にそこまでその、そういうの好きじゃないから。うん。JJ コンビ全然好きじゃないね。やっぱりその、二郎さんの顔がやばいよなっていう。やば顔だよね、あれ。ソワンソワンさん並みに邪悪が宿ってる顔。わかるんですよ、俺に。俺には邪悪がわかるので。ね。うん。で、その邪悪がその、二郎さんじゃない方。太郎さん？まあ、そんなネーミングじゃないか。JJ だから、ジョージか。ジョージだ。二郎とジョージだから、ジョージだ。ジョージさんにも邪悪が染み込んでいってんだ。ね。どっちかいるかわかんない。こっち側の方ね。二郎さんがいつもいる側の方の半身、右半身か左半身かわかんないけど、そっちだけには邪悪が溜まっていってる。何がスピリ、何のスピリチュアルしてんだよ。いや、だから俺あんま好きじゃないんですね。邪悪なので。清いものが好きってわけじゃないんですけど、なるべく邪悪は少ない方がいいなとは思ってます。かいー。でも結局世の中顔なんだな。だってしょうもなくない？だってさ、デブってだけでさ、みんな見なくなるんだよ。やっぱしょうもないんだな、みんなな。って言って、デブなのに俺めちゃくちゃ尖ってるからなって言うけど、みんなの、でも逆になんか尖りすぎてるけど、その目に見えて尖ってるわけじゃないじゃん。うん。嫌だな。じゃデブなのに尖ってんだから痩せたらもっと尖るじゃん。尖りすぎて折れて死ぬわ。危ねえ。太ってるくらいがちょうどいいのかもな、俺は。デブで尖ってるやつなんてなかなかいないだろ。やばいな。じゃあ、もっと尖りたいから痩せようかな。うん。でもやっぱ太ってるだけでなんか女性ホルモンみたいなのが出やすいらしい。で、なんか野心パワーみたいな。男が持つその、のし上がっていくぜみたいな力が弱まっちゃうんだって。なのにこれ。でもヒカキンさんが2020年は編集とかはないけどすごい個性でって言ってたんで、俺来るでしょうね。ちょっとね、今年も生き延びて。最近なんかもうさ、鬱がひどくなってるのかわかんないけど、いつ死ぬかわかんねえなっていう考え方に毎日駆られてさ、寝れなくなるのよ。ああ、俺起きたら死んでんのかなーって思ってさ、そういうことばっか考えちゃってさ、ポジティブにそういうこと考えるようになっちゃって。これがネガティブ、俺ポジティブで明るいからさ、明るくてポジティブなんだけど、ネガティブな面も持ってる。精神が分裂してるので。はい。俺と同じものがいっぱいあるだけでね、あの多重人格じゃないんですよ。うん、俺 A、 俺 B、 俺 C、 俺 D、 俺 E、 俺 F とかいっぱいいるだけでね。まあでも俺もこんな無茶苦茶になったんで、俺仕事しなくていいので、あざす。いや、もうここまで無茶苦茶になったら俺仕事しなくていいし、というか仕事できないし、俺これしかできないからやってるんだよ。うん、俺これと漫画読むくらいしかできない。もう歯磨きもできないし、お風呂も入れない。なんか入ることなんだよね、するということができないの。別にお風呂で体を洗うことは、まあこれ今まで体洗ってきて体の覚え方覚えてるから、体の洗い方覚えてるから、覚え方で、うん、覚えてるから、それは体を洗うっていうこと自体ができないわけじゃないんだけど、何かをするってことが極端にできない。鬱がどんどん悪化してるんだと思いますけど。でもね、いい精神病院いないかな、いい先生、いい先生ないかな。そんな嫌な先生じゃない、人間の心を持った先生、ちゃんと人間の心を持った先生じゃなくて、ちゃんとね、温かいいい先生いないかな。いないだろうな。医者なんて全員冷てえかんな。うん。全員人の心持ってねえから。いや、それは今のは訂正させていただきますよ。うん。でもそういう割合は多いと思うよ。だってそんな、精神科なんてさ、頭おかしいやつばっか来るんだからさ。普通の対処してたら自分までおかしくなりそうだから。そういうのないだろうね。嫌だなぁ。
でも自然療法じゃ多分どうにも良くならないと思うんだけど、うえー、でもやりたくないな。でも俺のせいじゃないからいいや。うんね、いつかそうできる時が来るよ。今じゃないんだと思う。うん、あとネガティブ言うのやめようぜ。俺はもう甘いことを言うとかじゃなくて、単純に俺がきつすぎるので、そのなんか今精神が追い込まれてる状態で、さらにそのなんか言うじゃん、豚の割で甘い甘いどうのこうのみたいな、そういうのやめようぜ。俺休むわ。ちょっとめちゃくちゃ休んでも休んでないわ。いや、俺 YouTube 活動してるから休めてないのかなって思うけど、まあでもそれはあると思うな。だって、こんな面白いのにまだ人気になってない。まだ、まだ、まだっていうのはなんかどこかでダメージにはなってるのかもしれないな。でも人気なんて結局はさ、人気の努力の仕方というか、人気の鍛錬というか、人気の練り方っていうのはあるわけで。むずいよね。でも結局、わかりやすい企画だよね。見たいものにさらなる目新しさ、斬新すぎず、その古すぎ、新しくて斬新で、斬新かつ新しく、唯一無二でみたいな、そういう条件が揃わないとさ、ダメだからね。中身の良さなんてさ、結局はさ、とっかかりとなるものをいくつか見てって、あれこの人なんか意外に面白いなってなるもんだから、中身で勝負しちゃダメなんだよ。外見良くしない。だから痩せなきゃいけないんだろうね。でも今の俺には無理。痩せれない。まあ筋トレ続いてないもん。だって筋トレ辛いもん。今俺辛い状況でなんで辛いことしなきゃいけないんだろう。危な。そうやってさ、筋トレしたって鬱治んねえかな、アホども。な。脳まで筋肉になってんじゃねえかよ。ほんと、ガチの脳筋なんだな。まあいいや。でも筋トレは別に諦めてはない。諦めるってことはもうしない。やらないけど。うん。それどうなんだよ。でもやっぱ心の問題だからな、結局は。な、だって筋トレって毎日すごいさ、きついことを毎日やんなきゃいけないわけよ。無理無理無理。でも、それは無理だけど、筋トレ自体をそこで挫折はしない。折れてはないけど、伸びてもいない。うん。鼻水の薬飲んだのにな。でも30分は効果出ねえんだよな。ああ疲れた。疲れた。ニュースも別にツイッターのニュースほどしょうもないニュースないしな。死刑囚が死刑になったよってニュースとか本当どうでもいいもん。どうでもいいって嫌だもん。死刑っていう言葉、あんまネガティブな言葉をさ目に入れたくないんだよな。ないんですな。ポジティブニュースってねえかな。ポジティブなニュースだけを集めたニュース。それはつまんないっていうよりは、そのつまんないニュースを集めてるだけだしな、結局。なんかないんかな。あー疲れた。おもころのなんか長島さんのヤッピーゲットなんたらみたいなのをずっと思い出してね。あれ面白いな。にやっと思い出し笑いしたの。呪いだよね、そんなもん。おもろの呪い。呪われたおもろ。あ、あーなんか気が抜けてくな。なんかもうすごい途方もなく口がカピカピする。多分薬の効果だな。口の乾きみたいなあんだろうな、副作用で。怖っ。喋り始めると、ああでも喋り始めるとやっぱりさ、その口呼吸とかでさ、呼吸が多くなるじゃん。やっぱ口呼吸が多くなって、いっぱいいっぱいそのハウスダストを吸うわけよ、この空間に漂うね。だから鼻がムズムズし始めるのかもね。でも呼吸はしてるけど、やっぱりさ、喋ってるとすごいさ、喋るから。うん、何も喋ってないな俺。あ、まあいいや、何も喋ってなくても喋りたいんだ。だって喋るネタねえよ。面白い話題ってなんだろうな。
ねえわ、そんなもんねえな。話題全部つまんねえから話題って名前がついてんだよ。ああ、そうだった。ああ、そうだったそうだった。ニュースってつまんねえからニュースなんだ。面白かったらニュースじゃねえんだったな。何それ、ずっと何それ、そのそういう時に出てくるキャラ。よくわかんないことも言う、怒ってる。よくわかんないことを怒ってる人。よくわかんないことを言って怒ってるのか。わかんねえ。ああ、もうわかんねえよ。わかんねえ、わかんねえけどよ。わかんねえけどよ。あの、敗者復活戦に出てきても真似。真似て。いいな。シンプルで。真似。でもあれ、あれ面白いけどあんま面白くないな、うん。同じものを見て面白いわけじゃない。一回目面白かったな。でもあれは。わかんねえけどよ。わかんねえだけ、わかんねえんだけどよ。みたいな、最初面白かった。で、二回目面白い漫才なんてあんまりないだろ。トム・ブラウンの規制聞くだけだろ。あ、でもあれおもろかったな、あの、バイトはバイトのなんかをネタパレでやってた人の漫才めっちゃ面白かった。2回目見ちゃった、面白くて。名前忘れたけど。あれよかったな。2回目も見たいって思って、準決勝、準々決勝のやつ見たら2回、俺が見たやつと全く同じネタだったから、嬉しいって思っちゃった。でも漫才ってめっちゃむずくない？だって、面白いものってそんなポンポン出ないじゃん。それをいっぱいやっていかなきゃいけないわけじゃん。大変だなぁ。わぁ、毎日、なんかもうとんでもねえ天才出ねえから、めちゃくちゃ面白いけど、毎日面白い漫才2個くらい作れて毎日投稿できる人いないかな。スーパー漫才師みたいな YouTube に来ないかな。そしたら俺見るのに。それかもう水曜日のタウンタウン、ダウンタウンはさ、切り抜きやった方がいいよな、もう YouTube で。もうて、もうさ、手軽に見たいのよ。YouTube 最強だからな、俺。とうとう、もう YouTube プレミアム入ってるから、無敵なの！てん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 だっけ？ドンキーの無敵音って何？わかんねえよ。下手な羽マリオだった。最近久しぶりにメタル松岡見たわ。メタル松岡修造。あの、松岡修造のさ、ノリはさすがにきついよ。でも、本当にあれってめちゃくちゃもうネットに話題になりたすぎて、予報見て動いてんのかな、松岡修造さんは。あ。なんか、例年より熱くなってるからそろそろどっか行くか、みたいな。それか、そもそも松岡修造さんがめちゃくちゃ海外に行ってるってだけなんじゃないの。日本にいる時の方が少ないってだけなんじゃないの。多分そうだろうね。松岡修造のノリ。でもめちゃくちゃ面白いよな。だってさ、マットとかの素材になってさ、お米食べろって言ったり、今日から君は富士山だって言ったりさ、しじみが取れる、どうのこうのって言って、むちゃくちゃなビデオだ。そりゃさ、そんなおもろいことしたらさ、みんなのおもちゃにされるよ。当然だよな。叱るべき存在だともしょうがないと思う。でもやっぱ真面目な人って面白いんだな。本当に全力でやってる人って面白いね。松岡修造さんとか。やっぱ全力でやるから面白いんだろうな。じゃあ面白いこと全力でやったらめちゃくちゃ面白くなるじゃん。じゃあ全力でやろう。やっぱ真面目に喋ってる人って面白いよね。真面目に喋ってんだよけどずれてるんだよ。でも真面目だからずれてるわけじゃなくて真剣に話してるから、そのズレでへへとか笑わないでし、ずーっとどんどんズレていくじゃん。どんどん面白くなっていくからね。うん、やっぱ、真面目で真剣に話してたり、全力で話してる人って面白いな。やっぱり。そういう共通点はあるよね。なんか。出川さんだって、神はするけど話し続けるから面白いんじゃん。うん。みんながめちゃくちゃちゃちゃ入れるけど、噛んでも噛んでも喋るっていうからやっぱ面白いんだと思うな。
気にせず進むのがやっぱ面白さに変わるのかな。でもそうじゃないからね、基本的に。変なこと言っちゃったり、自分で変なこと気づいて、あっ、みたいな。ちょっと止まるからね。止まらないから面白いのかもな。わかんねえ。ちょっと浅いな。分析、朝分析だ。うざいよな。浅いの朝と同じ朝があるなよ。同じ言葉あるなよ。なあ、怒ってんだよ、日本語に。って言ってね、あの日本語に嫌われて、もう、おしまいになるだろうね。日本語に怒って日本語に嫌われて日本語喋れなくなって日本語読めなくなっておしまいになったらどうしよう。そこまでひどいことしてくるわけないよ。日本語は、日本語は優しいやつだから。こんなに怒ってもちょっとさ、一瞬なんか小指上がったんだけどさ、不自然かなって戻したけど、いや戻す方が不自然だって思って小指上げたけど、やっぱり小指、あ、こっちが上がってた。うん、あ、今これ逆じゃないの。うん、小指こっち上げんよなって思ったらこっちが上がった。俺小指上がんのよ、元貴族だから。あの前世がね、前世くらいかな。あの前々前世なんて絶対に言いたくないから。うん、あいつらがずっと言われてるから。あいつらが前々前世っていうせいで俺が前々前世って言えねえんだよ。ムカつくな。ああ、春達はなんか前々前世っていうサビにしなきゃよかったの。前々前世っていうタイトルでもいいのに、天体観測のデレデンデレデデデデデンとか言ってさ、天体観測みたいな感じでやりゃいいのよ。全然前世って言うから全然前世って言えなくなるじゃん。なあ、タイトルをな、言うのやめてほしいよね。うん。うぜえ、全然前世ムカついてきた。俺が全然前世って言う、俺の、でも全然前世くらいかな、やっぱり貴族。多分俺貴族だと思う。うん。俺は今全然貴族じゃないけど、そこそこの暮らしはしているけど、あの、ずっと小指が立つんだよ。俺は。癖で、ちっちゃい頃からね。うん。な、ムカつくんだよ、小指。小指にはムカついて、なんでだろうな。なんで。なんで小指立つんだ。まあまあいいや、そういう癖なんだよ、しょうがない。ちっちゃい頃からの癖、もう体に染みつい、心の髄まで、うん、骨の髄まで、心の髄まで、ね、魂の奥の奥の方までね、潜在意識の奥の方までね、染み込んでいったこの癖、解除はできない。解除って言うんだ。あ、もう27分だから一旦やめよう。